拍手でお迎えください。バッと取れるしねえか。望みて退かず、我こそは戦国最強の武将本多平八郎忠勝参る。四天王のしんがりは家康公の片腕と三方ヶ原での陣太鼓、長篠での奇襲戦、あまたの戦を指揮する東三河の旗頭四天王が筆頭、酒井忠次剣山。一緒は重荷を負って遠道を行くがごとし、急ぐべからず堪忍は無事上級のもとい、我が生涯かけた望みとは天下太平の世、超えて平成のふるさと岡崎の地によみがえる三河武士、我こそ徳川家康。家康、名刀家康公、おい武装隊。
がっておりますね。盛り上がっておりまする。さて、はい、本日最終日でございまするが、この夏祭りまだまだ夜まで続きまする。そうでございますか、はい、こちらの会場、かごた公園以外にもすぐ近くの岡崎公園のグランドでも同時開催いたしておりまする、はいはい、自由広場というところですな。はい、はい、そちらの方も開催しておるほか、本日の夜には、うん、花火も、はい、打ち上がりまする。そうでございます。はい、こちら8時55分から打ち上げの予定でございまする。そうですな、ちょうどあの家康館と、はい、あの岡崎城もね、あの9時まで夜営業しておりますので、はい、大体営業いたしております。はい、ぜひ皆様ね、岡崎城の天守に登って花火を見るというね、おつなことをやってみてはいかがでございましょうか。はい、さらにはね、同時開催でゲゲゲの鬼太郎展が現在開催いたしておりまする、はい、皆様暑いでしょ、はい、暑いからちょっと妖怪を見て涼しい気持ちになってね、花火も楽しんで、はい、さらには明日はもうね、岡崎の皆様すごく楽しみにしておると思いまする花火大会も明日、はい、もう、いやもうこの夏の最大イベントですからな。はい、もうね、夏休みもまだまだございますので、はい、皆様ね、張り切って楽しんで、そうですな、参りましょう。はい、ということで、井戸のちょっとね、皆様、うん、あの話聞くだけじゃ面白くないから、皆様方を賑わ す。はい、このコーナー参りましょう、はい、武将展のお時間でございまする。よいしょ。はい、この武将展というのはですね、皆様、笑点って知っておりますかな。笑点を武将がやるから武将展ということでございまする。武将がね、あの大喜利形式で様々な、難題に答えていくという次第でございまする。本日ね、皆様にこの武将に答えていただきまするのは謎かけ。謎かけというのね、多分皆さんちょっと知らん方がおるかもしれませんので、ちょっと簡単な例題といたしまして、例えばですな、我々武将隊とかけまして、はい、本日の空と解く、はい、その心はどちらも青いでしょう。青いとという次第でございます。お、拍手がいただきます、はい、ありがとうございます。皆さんご理解いただけましたでしょうか。はい、はい、ということで、このように謎かけをしていくわけでございまするが、ただ謎かけするだけじゃつまらんなと思って、わしが今日お題を今ここで考えまして、それを武将に即興でやっていただきまする。ということで、本日のお題、やはりこの季節でございますが、夏祭り。夏祭りを何かね、テーマに謎かけを作ってくださいま。夏祭りに関わることだったらもう何でもよろしいですよ。はい、なるほど。はい、では早速、誰から、思いついた人から。早い。いや、もうここはケーキ漬けに一発わし行くわ。では本田殿、夏祭りとかけまして、はい、夏祭りとかけまして、海の底と解く。海の底と解く。お、その心は。人手が多いでしょう。おー、なるほど。うまい、うまい。人が多いっていうのと人手ですな。うわ、うまい、すごいすごい。ラオウみたいになっておりますから、昇天しちゃいますから。我が一生食いなし。食いなし、いや、食いやってください。まだまだこれからでございます。いや、これはなかなかちょっといい出だしではございませんかね。じゃあ、拙者いきますかな。じゃあ、水野殿。この後、6時からの、そちらの通りのスケジュールとかけまして、はい、本日の6時からのスケジュールとかけまして、いい電池の理由と解く。いい電池の理由と解く。その心は。どちらも長持ちです。なるほど、なるほど。この後6時から長持ちが、通りで長持ち練り込みがありますので、はい、酒井殿。いや、これもうまいですな。はい、我らが筆頭酒井忠次殿でございます。いや、ビシッと決めてくださりませ。はい、参りましょう。夏の風物詩とかけまして、はい、夏の風物詩とかけまして、あ、カンフースター入ります。あ、少しお待ちください。カンフースター、カンフースター。あ、カンフースターが入ります。カンフ、ちょっとお待ちくださいと解きます。その心は。祭り、祭り、ブルースリーを待たせちゃったんじゃ。あ、そういうことですな。そう、いや、祭り、ちょっと待ってくださいねということで、涼しくなりましたか、皆さん。寒かったろ、寒かったろ。すまんな、すまんな、すまんな、すまんな。自分のボケを自分で説明するというすごい切ないことになってしまいましたけども、人には下がってもらいます、ね。はい、これをね、挽回してくださるのは誰でございましょう。榊原殿とかいかがですか。ちょっとなんか逃げとりますからね、ちょっと答えさせましょう。ちょっと逃げとりますもんね。知有賢美の賞でございます。ね、じゃあ、はい、粋な祭り男とかけまして、お、粋な祭り男とかけまして、綺麗な花嫁と解く。お、綺麗な花嫁と解く。その心は。どちらもハッピーがよく似合う。なるほど、ハッピーと花嫁じゃから、ハッピー。いやー、うまい、うまい、うまい。どうかな。あ、いや、これもなんか
よかった、拍手が多いですからね。はい、うん、じゃそれでは、はいはい、わしらの我々青い武将隊の滑りの神でございまする皆様、箸休めのお時間が来ました。はい、服部半蔵正成殿お願いいたします。花火の掛け声とかけまして、はい、花火の掛け声とかけまして、あ、なんかないわこれ、あれ、なんかないわと解きます。その心は玉や。皆様ね、暑い夏にはちょっと涼しくなってきたんではございませんでしょうか。空砲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 、そうでございまする。いやね、いやなかなかこんなに今のわしの声が岡崎に響き当たったことないね。そうですな、玉や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 みたいな感じになっておりましたけど、いやこれではちょっとね、青い武将隊の武将としての血が見せませんから、最後に稲がちょっとビシッと決めて、 はい、締めにいたしましょう。はい、夏祭りの後とかけまして、ほ、夏祭りの後とかけまして、花火と解く。花火と解く、その心は。どちらも打ち上げが楽しみでしょう。あー、うまい。お、いや、これは皆さんいかがでございましょうか。あ、拍手、あ、拍手一番多いんじゃないかな。イナッチです。はい、イナッチです。ということでございまして、全員武将6名いった次第でございまするが、ここはね、やはり我ら我の殿にね、どれが一番良かったかをちょっと決めていただこうかなと思います。殿、どれが一番巧みでございましたか。あ、選べばいいんだな。はそうじゃな、まあ、甲乙つけがたい、みんなそれぞれ成長してる。はしかし、やはり鳥を取った稲姫に軍配を。はい、ということで本日の勝者は稲姫でございました。皆様拍手で。ということで、お後がよろしい次第でございまする、以上、武将展のお時間でございました。皆様誠にありがとうさんじゃ。はい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 、いやいやいや、姫が一番ということでございましたが、わしも誇らしい。はい、まあ夏末が過ぎますと、やがて秋がやってきます。ちょっと物悲しい感じがしますが、今が一番いい季節ではございませんでしょうか。さて、この日にふさわしい爽やかな曲をお届けしましょう。Here we go!
我らの踊り見るだけではございません。皆様で楽しむこのお時間でございまする。観音踊りの時間、どん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 。さあ、ということで、我ら武将隊、毎週末岡崎公園でやっておりまする観音踊り、こちらでもやらせていただきたいと思いまする。はい、では踊りのレクチュアご指南をさせていただきまするので、ぜひその場座ったままでも立ったままでも立ち上がっていただいても構いませんので、ぜひご参加をいただきましょうかの。さあさあ、それではそれでは両手を開きまして、はい、皆様両手開いてこちらにお見せくだされ。さあ、真ん中でパチン、右に拝んで観音、反対側は観音、真ん中でパンパン、じゃあ、はい、早く参りまする。せーの、観音観音観音、じゃあ、お上手でございまする。さあ、それではもう一つ、1、2の2、2と出していただけますかな。はい、それを顔の前に乗っけて観音観音、反対側は観音観音、はい、右観、はい、左人、はい、そして上だと、ということで早めに参りまするぞ。せーの、はい、観音観音観音、じゃあ、はい、観音観音観音、じゃあ、はい、観音観音観音、じゃあ、お上手でございまする。さあさあ、はい、まあこの2つのポーズさえ覚えておれば、あとは盆踊りのようなとても簡単な曲となっておりますので、ありがとうございます。まあぜひ音楽の最中でも構いませんので、一緒に踊りたい方は前の方へお進みくださりませ。それでは稲の衆よろしいでございまするか。いきますぞ、観音踊りスタートでございまする。はい、まずは手拍子から。よっ、習う観音する観音、あ、それ、習う観音する、まずは平泳ぎ、泳いで、最後締めたいと思いまする。はい、殿、お願いいたします。たくさん集まっていただきましてありがとうございました。今日は家康城下
岡崎城下夏祭り、家康公夏祭りの最後の一日でございます。思う存分思い出を作ってお楽しみいただきたいと思います。それでは勝ち抜きで締めたいと思います。皆様ご唱和のほどよろしくお願いをいたします。それでは皆の者勝ち抜きでござる。えいえいおーえいえいおー最後えいえいおーありがとうございました。ありがとうございました。